オリンピックで問題となったオイロジン、今回は本当に見えないのかなどを検証しながら、どこまで行くと玉が消えるのかなども検証してみました。うわー今やべえ。どうも、竹虎です。海星です。海星さん、はい、本日は、はい、オイロジンやってみたー。オイロジン、オリンピックの試合でですね、伊藤大海投手がちょっと問題になってましたけども、はい、あのロージンをつけすぎて韓国側が球がちょっと見づらいとういうことで、ちょっとネットで話題にはなったことがあるんですけども、はい、実際にバッターから見てどれぐらい見づらくなるのかとか、そして、はい、僕もピッチャーとしてオイロジンはどれぐらい投げやすいのか、まあ、伊藤大海投手は手汗がちょっと多く出る方で、なるほど、それで多くつけてるっていう風に本人は言ってたんですけども、そしてついでにいろんなロジン持ってきました。すごいね。いろんなロジン持ってきましたので、なんでアシックス歌さん、これがポケット用と普通の滑り止めがあって、そのポケット用もどんな形なんかなっていうの気になったから買いました。なるほど。ちょっといろんなアシックスやら健康ね、健康出てんですね。ね、知らなかった。ロジン知らなかった。あ、これ違う。で、ローリンですね。ローリンです。で、水のはちょっと今日持ってきてないんですけど、箱は使ってるんでね。なるほど。で、これ、はい、面白いのが、うん、ん、雨の日用らしくて、で、この中に入れて、で、ポッケの中に入れるとこうやって、あー、なるほど。で、そうすれば濡れないからずっと使えるっていう。なるほどね。それではまず比較から。で、まず僕がいつも使ってる水の、はい、やつですね。あー、やってます。おー、あー、まあこんぐらい、あ、まあ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 、いつも通り。続きまして、ボールメーカーが作ったロジン、黒い、あ、でかっ。これ水野さん、これ健康さん、ちょっとでかなんか軽い。あー、でも少量のロジンを使いたい方はおすすめかもしれない。変わんないと思うんですよ。おう、出の量の調整ができるだけで。お、あ、いわゆる水のが一番出るんですね。うん、出る。で、ローリングス、はい。お、なんか手につく量が多いですね。あ、これは水野さんとちょっと似てる。じゃあ次、オイロジン行きたいと思います。行っちゃいましょうよ。つけすぎって思う。本当ですよね、オイロジン。テレビで見たようなこのロジンが白く舞うようなところは再現できましたが、海星さんから見てどうなのか。ああ、何も変わらんね。何も変わらない。手汗が相当制御される。なるほど、投げやすいよね。すごい、おいカモン。ちなみにおいおいロジンはおいロジンよりさらに手につけることを指しております。ちょっとな、僕は投げづらいかもしれないな。こんなんなってます今。これは普段僕やんないんでね。何にも。確かにね。あとね、背景とかあるかもしれん。横浜スタジアム青だから。前回も一応持ってきたんで、最大のおい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 老人どうなるのかちょっと検証してみようかなと。それぐらいまでいけば見えなくなるんじゃないかっていう、ね、確かにね、はい、もはや滑り止めではないが、どこまで行ったら消えるのか気になって検証してみました。そんな最終検証で想像以上の魔球が誕生。うわー今やべえ。うわー今やべえ。やべえ。
見えない。見えない。今すごかったわ。リプレイでございます。今このボールを握ってる時点で粉がすごい落ちるぐらい石灰を大量に持ってるんですけど、うわ今やべ。ここまで来ると海星さん曰くキャッチャーバッターは球が見えなくなるそうです。この粉によってね、一瞬キャッチャーの海星さんが隠れるぐらいですから、まあ、それは球見えないだろうっていうことなんですけども、まあしかしここまでロジンとか石灰とかつける人いないでしょう。まあ、横から見るとこんな感じです。わーんと雲を投げてるような、なんかちょっと幻想的な感じになりましたけども、大変おかしなことをやっております。消えた、やばい、消えた。あれで150キロだ、反応できない。無理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 。あーすげえわ。ここまで来るともうやばい、手元に。俺が怖いわ。ちょっと俺が怖い。行きます。いいよ。うわ無理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 。すげえ。いいよ。うわ無理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 。すげえ。あ無理だわ。無理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 。消えた君が。消えた、僕が消えた。一回消えた。今のぐらい行くともうバッター見えない。見えない。いやキャッチャーも見えない。なるほどね。一回その白い粉に目が行くね。ね。弾丸検証結果。オイロジンまではまだ見える。おいおいロジンまで行くともう見えないという結果でした。パーンって破裂する感じ。いい感じにこの出る量調節してるんでしょうね、ロジンっていうのは。前になんかそういう事例があったのか分かんないんですけど。そうだね、ちょうどいいですもんね。ということで石灰を使っての投球はダメですよ。弾丸ライナーズではいろんな企画検証をやっていきますので、リクエストありましたらぜひコメントへくださいませ。はい、何卒よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。おまけです。くだらないので興味がない方はスキップしてください。このロジン動画を逆再生してみたらですね、なぜか能力者っぽくなったので、その様子をお届けしたいなと思います。すごくくだらないです。Oh, yeah.